本日紹介させていただくのは依田祐希さん。素晴らしい方ですね。依田祐希さんは生年月日2000年5月5日、出身地福岡県、身長152センチメートル、血液型 O 型。キャッチフレーズのちっちゃいけど色気はあるとよの通り、乃木坂46おっぱい巨乳ランキングで第1位になるほどの巨乳として知られています。祐希という名前は父親と母親の名前を組み合わせて名付けられたそうです。兄弟は弟が1人より、福岡県博多湾北部に位置する鹿の島という陸系島で育っています。家の目の前にある鹿の島小学校ではなく、バスで約30分の勝間小学校に通っていました。学校は当時全校生徒21人、同級生は4人という小さな学校で、学年を超えて仲が良いアットホームな学校だったそうです。島にはゲームセンターやカラオケがないため、毎日友達と海で魚を取ったり、山で木に登ったり、虫を集めたり、自然の中で遊んでいたと本人が語っています。実家ではヤギやウサギも飼っており、かなり本格派の自然派少女と言えるでしょう。中学校は福岡市立滋賀中学校に進学します。2年生までは女子部員しかいないソフトテニス部に所属していました。クラスでは友達が少なく、女子グループにうまくなじめなくて悩んだこともあったそうです。この頃にアイドルに興味を持ち、乃木坂46のファンになっています。高校は福岡県立玄海高等学校に進学します。部活はホームメイキング部でお菓子作りをしていました。また島にある老舗旅館でアルバイトもしていたそうです。そして2016年1年生の時に乃木坂46の3期生オーディションに応募して合格しました。同期には山下美月、梅澤美波、大園桃子などがいます。2020年セカンド写真集「無口な時間」では貫禄の F カップおっぱいのエロ水着姿と下着姿を披露してくれました。わずか2年で巨乳化したことから、豊胸説や妊娠説が飛び出していましたが、豊胸跡や妊娠線がなく、人工的な硬さがない柔らかそうなナチュラルマシュマロおっぱいのため、成長で女性ホルモンの分泌が高まり、自然発育したと考えるのが妥当でしょう。ド S な性格で知られる斉藤飛鳥からは、ライブ中に首を絞められたり、楽屋で米を無理やり口に突っ込まれるなどのいじりを日常的に受けています。乃木坂46一の巨乳と貧乳という、おっぱいサイズの垣根を超えた指定愛にはこれからも注目です。これからも依田祐希さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。